新西暦158年、シナプス大陸では、後に聖魔大戦と名付けられる戦いが繰り広げられていた。だがそれは伝説として語り継がれることとなる、人と魔族の戦いなどではなかった。統制しようとする者と、解放を求める者、光明神の定める社会秩序、厳密な世襲制から逃れようとした地方反乱、周囲の人々の思いを巻き込みながら拡大していく。そして開戦から200年が過ぎようとした頃、光明神側に一人の英雄が現れた。これはその英雄と同じ時に生き、そして死んでいった者たちの物語である。行くぞ。げいった。勝負あったな。お前な。なんだ。もう少し手加減しろよ。手加減したら稽古にならないだろ。ああそう。ヒューイ、デュシス。グロー、どうかしたのか。教皇様のお呼びだよ。教皇が。うん、早く聖堂に行かないと。へいへい。遅いぞグロー。ごめんセリア、ヒューイたちを探してたら遅くなっちゃったんだ。何度言えばわかる。ヒューイとは縁を切れと言ったはずだ。そうはいかないよ。友達なんだから。友人とは助け合うものだと私は思うわ。え、ヒューイと一緒にいても足を引っ張られるだけだということだ。セリ、とにかく友人は選ぶことだな。ちょっと待ってよ。言いたいことだけ言って言ったな。ごめんヒューイ、でもセリアも悪気があって。悪気がないとあそこまで言わないよ。それ
にするすなよ。いつものことだし。だがグロー、もう少ししっかりすることだ。今のままではいずれ尻に敷かれることになる。頑張るよ。健闘を祈っておこう。お前本当はグローのこと嫌いなんじゃないの？そんなことはない。大事な友人だ。さて入るとするか。そうだな。お前も呼ばれたの？はい、うん、どうかしたんですか？おかしい。おかしい？俺やグローならともかく、なんで優等生のお前が呼び出されるんだ？そういう疑問なら、俺も一緒に呼び出された時に感じてほしかったものだな。いや、お前は俺の保護者だろ？そんなものになった覚えはないな。そうだよ。それに僕が呼び出されるのはいつもヒューイが巻き込むからね。じゃあ巻き込まれないよ。それはキュウイの言う通りだな。キュウイと付き合うなら少しおしりよりポットだと思う。作れないな。そういう言い方することは。静かに、芸家のお見えだ。おみんな揃うておる。強行芸家におかれましてはご機嫌麗しく。堅苦しい挨拶だとはよい。楽にしてよいぞ。あ、今日呼んだのは邪神軍について。邪神軍？シエラ軍がどうかしたんですか？風か？違う。相手が戦勝してるならと使うなと言いたいのだ。連中は所詮反乱軍に過ぎないんだからな。はあ。はい、長きにわたる戦いによって民の疲弊は著しい。これ以上よいおこその名をがかかってるわけにはいかん。よい。そこでじゃ、大規模な進攻部隊を組織し、一挙に邪神軍を壊滅させようと思うのじゃ。進攻部隊？これで戦を終わらせることができ。それと俺たちに何か。ヒューイ！よいよい。気にするな。ですが。で、お主たちを呼んだ理由だが、それぞれに一軍を率いてもらいたいと思う。一軍？よ。七つの軍勢を組織。それぞれの長に収まってもらうのじゃ。これを聖騎士と呼ぶ。聖騎士ですか？うん。我がインジェラジャ共和国軍の中枢を担う存在じゃからの、それなりの名前をつけてやらねばならぬでな。つまりは飾りですか？そう、お主には第一聖騎士として他の聖騎士たちを統括してもらう。はっ。聖騎士は第一三聖騎士、グローは第四聖騎士として各軍を。それはい。それでヒュー、はい。お主は第七聖騎士。まあ、ご命令とあれば。じゃ、何か質問は？いえ。恐れながら。シリアか。申してみ。第2、第5の聖騎士の座が空席となっておりますが、これは？すでに指名は済んでおる。近く都へ登ってこよ。いずれも名のある騎士じゃ。質問はそれだけかな？今一つ。
シグシオソソセルにふさわしくない人物が含まれている。ふさわしくない人物。はい、ヒューイ殿は軍内でも悪評高き怠け者。